今しか見れない。何が？ちょっと写真撮る。撮影班写真だとなんか変な UFO みたいな。スカイツリー全然変な UFO みたいなやつ。遊覧船が飛んでる。あれさなんで今の時間誰が乗ってんの？宣伝広告。綺麗だよね。でも画像じゃ全然映んないかも。動画映ってるよ。ちっこいちっこい変な UFO みたいな。ぐるりとスカイツリーの周りもしかして回ってる？回ってないよ。どんどん離れてんじゃん。いやこっち来てんじゃん。こっち向かってんじゃん。ほら向かってないよ。え、角度が向かってる。向こうに行ってるよ。嘘向こうに行ってる。ほらこっち向いてきたじゃん。向こうに行くよ。こっち向いてんじゃん。いやいやもう向こうに行ってよ。もうほらこっち向いてるよ。もうスカイツリーは離れてるよ。いやこっちに来てるって言ってんの。スカイツリーの向こう側通ったんだもん。ぐるってそれ見たもん私。ほらこっち向いてんじゃん。もう見えないよ。なんでそんな意地っ張りなわけ。もう見えない。何言ってんのやすくん。近づいてんじゃん。いやこっから見えないもん。もうだから肉眼なら見えるの。ほら近づいてんじゃん明らかに。こっからは見えない。全然写真じゃ写んない。見えないよ。
動画で今映してたよ。いただきます。スガちゃん始まるよ。
ができたのでしょうか。彼らを突き動かすマインドですとか感情を探っていきまして、ご参加いただいている皆さんと共に進み続ける力を本質から考えていきたいと思います。本日からの3日間、総勢41名の乗り越えるストーリー、これが繰り広げられていきますが、ぜひ3日間ともフル参加いただくとともにですね、お一人お一人にとって未来につながる何らかのヒント、これをお届けできたら嬉しいなと思っております。それでは3日間のラインナップをご紹介しましょう。この後すぐのオープニングセッションを飾りますのは、第99代内閣総理大臣を務められました菅義偉さんです。まさにウィズコロナで日本全体が乗り越えるの連続でしたからね、一国のリーダーを務められてきた菅さんからどんなお話が聞かせていただけるのか本当に楽しみです。そしてその後はシドニーオリンピック柔道金メダリストの井上康生さんが登場されます。はい、東京オリンピックでは監督として史上最多の5個の金メダルを獲得されました。このチーム作りという面におきましても貴重な話が聞けそうです。さらに12時20分からは小説家の今村翔吾さんをお迎えします。30歳での作家デビューから先日の直木賞を受賞、どんな乗り越えるエピソードが聞けるのか楽しみです。その後も続々です。本日デイワンはですね、一般ビジネスパーソンによる乗り越えるというのがテーマでございますので、ご参加の皆様と境遇が近い方々、例えば各企業で活躍されているエースの方々などにですね、ご登場いただけます。大勢の前でお話に慣れてないという方もね、たくさんいらっしゃるので、とてもあのスタジオも緊張感で伝わってくるんですけれども、ぜひ皆さん応援してあげてください。お願いいたします。続いて14時30分からは、大人気アナウンサーから弁護士へとキャリアチェンジいたしました菊間幸乃さんと、リーガルテックを牽引するスタートアップリーガルフォース社長の角田望さんの対談です。この2人のどんな化学反応が見られるのか楽しみです。そして16時からはパリーズコーヒージャパンの創業者でエックサンシングス代表の松田幸太さんが登場します。そして本日 Day1 の鳥を飾りますのは実業家の堀江貴文さんです。そして明日のデイ2も見逃せません。はい、明日はですね、千原ジュニアさんや西野昭弘さん、将棋界のレジェンド羽生善治さんやフリークライミングの野口啓代さんといった方々と、まさにトップランナーが目白押しという中、ひときわ目立っておりますのはこの方々、ちょうど下の真ん中ぐらいにいらっしゃいますこの方々ですね。実はクライマーズ史上初の試みとしまして、一般オーディションというのを挑戦してみました。なんと100名も応募いただいてですね、その中から選考に選考を重ね見事勝ち抜いた、こちらの伊勢さんと鎌田さん、登壇の結果を手にされたわけでございます。おめでとうございます。さあ、前回まではつまりお二人も画面の向こう側で参加されていた方ということなんですね。今回は登壇者側になったということで、意義深い企画だなというふうに思います。お二人の熱量が半端ないらしいので、ぜひお楽しみになさってください。そしてあさっての日曜日はクライマーズダイバーシティ&インクルージョンサミットということで、女性活躍の壁を乗り越えるをお届けします。ご覧のアドバイザリー委員のですね、監修のもと、個性を生かす考え方とコミュニティ、またジェンダーギャップを認め合うとかですね、キャリア形成、そして柔軟な働き方といったテーマを中心にプログラムを作ってまいりました。日本がより元気になっていくためにですね、皆さんの会社がもういい会社に、強い会社になっていくという意味で、ダイバーシティ&インクルージョンについての考え、ぜひこの会を通じてですね、アップデートしていただけたら幸いです。いや、3日間ワクワクしますね。すごいですね、これだけの方々ですからね。もうこれから、実業家の方ですとかアスリート、元総理大臣もいらっしゃいますし、トップランナーたちが目白押しということですが、クライマーズの生放送、最大にこう皆さんと一緒に楽しんでいただくために何かあるんですね。そうなんですよ。今回もコロナの関係でですね、オンライン開催となってしまいましたが、皆さんとこのスタジオ、これ一体化していきたいというふうに思っておりまして、皆さん配信画面の方にですね、チャットというボタンご覧になりますか。チャット、このボタンを押していただくと、質問も投稿できる、こと、質問や感想をですね、コメントを押し寄せていただきたいと思ってます。また下の方には拍手や感動といったスタンプをくれる機能を用意しましたので、ぜひ、やっていただきたいなと思ってますね。はい、実際にちょっと皆さんでやってみましょうか。そうですね、どうでしょう。私がでは、
影や場面のキャプチャー、そしてスクリーンショット、録音、録画は禁止となっていますので、ご協力お願いいたします。それでは最初の講義を始めてまいりましょう。2022オープニングを飾るのは衆議院議員前内閣総理大臣の菅義偉さんです。政治家として強く生きる、不妊治療の保険適用やデジタル庁創設など政治主導で数々の重要政策を実現されました。その知られざる激闘の舞台裏とは。まず最初のゲストは第99代内閣総理大臣の菅義偉さんです。はじめまして。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。菅さんはいろんな方からですね、とにかくいろんな情報を持っていると話を聞くんですけれども、テレビって普段ご覧になりますか？あまり見ないですね。お時間がやっぱりないから。やっぱりどうしてもニュースとかそういうことになってます。テレビ東京の番組はいかがですか？はい、モーニングサテライトですか、WBS ですとか。時間帯にしてなかなか見れない。あ、そうですか。ぜひこれからよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さあ、改めまして菅さんの、ご紹介を、簡単ではありますがさせていただきたいと思います。秋田県ご出身の菅義偉さんです。法政大学卒業後、議員秘書、横浜市議などを経て国会議員になられました。2012年には第2次安倍内閣の官房長官に就任、歴代最長の7年8ヶ月間務められました。そして2020年9月には第99代内閣総理大臣に就任され、新型コロナ対策のほか、デジタル庁創設、不妊治療の保険適用など重要政策を次々と打ち出しました。その実行力には非常に定評がありまして、いわゆる3番と言われている地盤、看板、カバンを持たずしてトップへと上り詰めた、いわゆる叩き上げでいらっしゃる菅さんの素顔に今日は迫っていきたいと思います。どうぞ。よろしくお願いいたします。まず70年ほどちょっと遡るんですけれども、はい、少年時代、菅さんはどんな、少年だったんですか？私はちょっと秋田県の大山脈麓、非常に雪深いところで育ちましたので、小さい頃といえば川に魚釣りに行ったりです、あとは田んぼの収穫が終わったところで野球やったり、そんな感じでした。のどかな自然豊かなところで、じゃあその時からもうずっと秋田にもうこのまま生まれ育ったところで生きていくんだというふうにお考えだったんですか？というよりも当時私1948年、昭和23年生まれですけど、私どもの世代は長男がうちで、あとそうですね、農家です。農家、はい。それで他で後継がない人は東京で中学卒業すると就職に行く人が圧倒的に多かったですね。そんな時代でしたね。菅さんも東京に出たいという思いがおありだった？まあ、そうですね、長男ですから、いずれにせよ出てもまた帰ってくるのがダメだっていう、脈々と流れてましたね。もう無言の、そういうものだということで、ただ、菅さんは東京に出て、出たくてですね、そのままの家で、
の親父と喧嘩するの形で東京へ出てきたんですけど、はい、まあそんな簡単じゃないというのは初めて分かるわけですよね。そこで、まあ、それからさまよって、やはり大学に入んなきゃダメなのかなと思って2年間遅れて補正に入るんですけども、それを卒業した後も田舎に帰る帰らないでブラブラしてたんですけど、当時のお写真がこちらにありますね。こちらが大学時代の、これ、菅さんは一番右ですね。多分そう、そうですね、はい、これは、部活動でしょうか。空手でした。空手部、多分一番練習の厳しいところ。厳しいですね。相当厳しい部活だったんですか。上下関係とかもすごく厳しかったですよね。であえてそこで挑戦してみようと思ったりですね。でまた終わった後アルバイトやったり、まあ、いろんなことをやってた選手を一番思い出したくないですね。だいぶ辛い時期だったんですね、その年は、はい。その時からもうすでに政治家を志していらしたんですか。それは全くなかったです。ただ私自身はやはり基本的なものっていうのを大事にして、それをなんとなく小さい頃もそうですかね、やはり人生は一回ですから、はい、悔いのない人生を送るべきだというのはなんとなくおぼろげでしたけどありまして、まあ、そういう中でただ長男ですから帰るなきゃまずいかなと思った中で、そのまま帰るのも嫌だったんですから、一旦就職をして働いたんですね。どういったところで。民間の電気工事会社ですけど、ね、まあ、そういうところであって、まあ、いろんな人と会うにつれて、もしかしたら世の中が政治が動かしてるんじゃないかと、まあ、そこの中で気になるとかそういうことじゃなくて、まあ悔いのない人生ということを考えた時にそこも一つかなと思った、そんな程度でしたけど、ただ政治家では3つの番があると有利とされている地盤ですとか看板やカバンといったものは菅さんは終わりだったんですか。いや全くないんですけど、ただ政治家になろうともなれると思ってなかったんですよね。どうやってなるんでしょう。いや私もあんまり一緒なんです、はい、ただその世界で頑張ってみたいと、政治の世界で、しかし誰も知りませんから、大学の学生部になるんですかね、就職課ですかね、そこに相談に行ったんですよ、サラリーマンになってから、社会人になってから大学の先輩を紹介してくださいと、大学の政治家の方を紹介してくださいと、そこからOB の事務局長、OB 課の事務局長、まあ、清水さんって方をご紹介いただいて、まあ、そこからいろんな縁があって、横浜のこの人サブさんと補正エージェントがあったのがないんですけど、そこを紹介してもらって初めて横浜の秘書になったのが、ね、26歳の時ですよね。そこから一生懸命やりました。それまでいい加減でした。それまでにはその、秋田で生まれ育って、で大学に出て空手をしながら暖房の工場と伺いましたけれども、その働きながら、いや就職地元の高校で紹介してもらって就職したんですよね。思い出しかないと思うんですけど、まあそこからいかに現実の厳しいじゃないですかね、まあ、そういうことから、まあ、スタートしましたね。この国をやはりこう変えていくというか、何かこう人生一度きりだから挑戦したいということで政治家を目指されて、秘書を経て、で、このようにちょっと駆け足になりますが、これが初めて当選された時ですね、菅さん。私38歳の時に横浜の市会議員に挑戦をして、まあ、当選をするんですけど、そんなかん当選をするんですよっておっしゃいましたけれども、だいぶその時は秋田ご出身の、菅さんがこの神奈川で戦うというのは非常に難しかったのではないでしょうか。まあ今でも涙が出るぐらい大変な経験でしたよね。大きい選挙というのはあまり地域性質も取れないんですけど、市会議員の選挙は地元じゃないとか、そういうのってかなりありますよね。
そうですよね。だけど、ただ私、師匠を11年やりましたんで、まあ、師匠時代気づいたじゃないか、まあ、そういう中で応援をしていただいたんですけど、ただ、世の中の人は頑張れば見てくれてる人がいっぱいいるんだなと思いましたね。相当周りにこう挨拶を言ったりですとか、もう行くところがないですから、無差別になって感じですね。もうじゃあ初めまして、じゃあ菅義偉です、お願いします、お願いします。それとか、あと私の選挙区がちょうど横浜市の西区というところでしたので、箱根駅伝2日3日に、はい、道路脇にみんな出てきますよね。はい、そこずっと行ったり来たりしてね、どれぐらい前かわかんないですよ。え、お正月返上して、もちろんそうです。箱根駅伝、そこでじゃあもう自分の顔を売るためにってことですか。顔つきの道、ぶわーっと一日人が集まってくる期間ですね。1時間ある感じぐらい 前から集まりますから、そうずっと見しましたね。まあ、やっぱり思い出ですよね。そうですか。そういった市議時代を経て、国政に47歳の頃ですかに進出されるんですね。それまでの間もかなりの努力があったと思いますが、そこまで突き動かしていたのは何なんでしょうか。菅さんを絶対に政治家になるんだ、絶対に国を変えるんだと思っていた、どういった思いがあったんですか。そこまで、まあ、政治家になりたいと思ってなかったんですけど、政治の世界で働いてみたい、はい、あの周辺も含めてですよね。それで私はやはりすごい運に恵まれてたっていうんですかね、市会議員に出るとき通常では出れないような状況だったんですけども、もう突然出るべき人も出なくなったんですね。そういう形で私に自分が出れる環境が整ったり、そうしたことですごくありましたね。それと衆議院も小選挙制が始まって初めての選挙でしたから、小選挙区制にならなければ出れなかったのかなっていうのもありますし、まあ、私はそういう意味で運命とか出会いとか、そういうものを非常に信じてる方ですよね。もちろん運も終わりかもしれませんけれども、ただ誰でもなれるわけではもちろんないですし、その時のために、かなりこう準備をされていたと思います。どのようなことを考えながら日々過ごされてたんですか。ただやはり決断をするとき、迷ったら、私若い人たちに言うのは、迷ったらやる、必ず前に進んだ方がいいって言ってるんですよね。そうするとダメともまた違い、世界っていうのを開けてきますよね。現状で見るよりも一旦乗り越えると違う道がまた出てくる可能性って極めて高いと思いますね。乗り越えた先にまた見える景色があるということを知ってから、どん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 また壁があったとしてもこう前に行ける。まあ、司会になってからはそういう意味で非常に自分自身も自信がついてきましたし、司会で働く中で、国会に行くときはその時は俺しかいないだろうみたいな形で国会には挑戦したんですよね。それまではでも大変でした。そうですか、はい、壁を乗り越えるたびに自信もついてきて、で国会議員になられて、その後総務大臣、そして、歴代では最長の官房長官も務められました、はい、その時の壁というのはもう様々な壁が立ちはだかっていたと思います。あの省庁がそれぞれでも そこでもう皆さんこう既得権益でこうみんな話をしなかったりですとか、もういろんな、ね、壁があったと思いますけれども、ですから私、まあ、総務大臣になった時に、はい、せっかく大臣多分これで終わりだろうから思い切ったことやってやろうと思って、自分でふるさと納税を作ったんです。はい、それは地方で生まれ育った人、自分を育ててくれたふるさとですよね、うん、両親もお世話になってるし、まあ、そういう中で何らかの形でつながりもしたいとみんな思ってるに違いないと思って、その制度をやろうと思って、まあ、温めていったんですよね。で、当時安倍総理から総務大臣に任命されましたんで、で、ふるさと納税っていうのを思い切ってやってやろうということで、使
作ったんですよね。こちら一覧に総理大臣時代も含めて菅さんが数多く、実行された政策のほんの一部ですけれども載せています。その中にふるさと納税制度、お話にもありました。その他にも、不妊治療の保険適用というのはこのイベントの3日目でも女性活躍の壁を乗り越えるというテーマで多くの女性の登壇いただくんですけれども、この保険が適用されずというのは非常に若い方々から絶大な声があったというふうに伺いました。私自身、総裁選挙に出馬するときに、ここは公約に掲げたんですよね。で、おかげさまで総裁総理大臣になりましたんで、やろうと。一番はやはり少子化対策というのは喫緊の課題、待ったなしなんですね。という中で子供を産み育てたい人もたくさんいらっしゃると、はい、しかしあまりにも治療費が高すぎて共働きでも所得制限があってなかなか、使いにくいとか、保険が適用するようになればですね、そうしたものを解消しますから、そこはぜひやりたいと思って選挙公約にしてなりましたんで、やったということですね。それでやるまでに今年の1月1日からスタートですけど、昨年の実は1月に私総理の時に遡って支援策を倍ぐらいしたんですよね。もう見据えてということですね。そうです。でそこでいろんな仕組み作りましたんで、それで4月1日からできるようになったんです。私の周りでも不妊治療に悩んでいる友達がすごく多いので、これはビッグニュースだったんですけれども、そういった声は菅さんにも届いていますか？私がツイッターの中で、はい、よかったというイエスマークですね、約50万50万ついたんです。いいねが、はい、私もびっくりしました。本当ですね、それだけ大勢の方々、はい、多分潜在的な方もたくさんいらしたんだろうなというふうに思います。うん、菅さんは数多くの政策を、提言してそれを実行されてきました。でそれができた背景といいますか、その例えば携帯電話の料金の引き下げですとか、はい、非常に私たちに身近な悩みを解決してくれたという印象が非常に強いんですけれども、はい、私はやはり政治中のは外交安全保障経済、これ大局観もものすごく大事です。それとやはり国民生活に直接関係のあるこうしたことを見過ごしやダメだと思ってるんですよね。そういう中で携帯電話を私官房長官の時3年ぐらい前に、はい、あまりにも高すぎる、分かりにくい、複雑なんですよね。それで4割ぐらい調べたら引き下げられると思って発言をしたんですよね。まあ大変なパッシングもありましたけれども、そうなん、そのあたりをぜひ伺いたいんですけれども、その大変なバッシングですとか、今までおそらくみんな高いなと思っていたけれども誰もやってこなかった、それは大変だからですとか、そもそもどうすればいいか、まあ利害関係があってたくさんあると思います。それをどうやって乗り越えていったんでしょう？乗り越えるというのはこれはでもある意味で当たり前のことだったんですけど、私は国民から見て当たり前のことをやはりきちっと政治の信頼感を持たれる第一歩だと思ってましたので、でこれだけ複雑で高くて、不透明な中ないと思って、そこで公園の中で行って、そして一挙に株価がストップさ、いや安ぐらいずれ影響があったんですけど、まずは国民の財産電波だということですよね。その提供を受けて事業を展開しますから、政府としてそれは国民の皆さんが納得するように努めるのが責任ありますよね。そういうことで法律改正したんですよ。端末と通信料これを一体でやってたんです。ですから0円で後で通信料からいっぱい上乗せしてとかですね、はい、あるいは4年縛りとか4年間ダメだとか、他に移るには9500円の違反金と、こんな法律よく作ってたなと思いましたね。こういうの一応
全部鉄板に縮小されるで、まあ、ある意味で本気度っていうか、まあ、そういうことを示して、まあ、その競争できる環境を作ったということですね。まあ、そうしたらさすがに携帯3社そういろんな競争始まりましたね。それと3社で固定されたんですけど、楽天も参入していただいて、まあ、競争もできる体制を整えたと、まあ、それが良かったと思いますよね。ですね。あのどうしてご自身とし、なぜですね、菅さんはこう国民目線を維持できていると思いますか。まあ、育ちもあるでしょうし、というのは市会議員やったのがやっぱり大きいと思いますね。あの市会議員の時やはり直接国民の皆さんと一対一で、例えば少子化問題とか、はい、そういう携帯の話とか直接聞き換えっていうのはやっぱり市会議員の時会った時にもいいですよね。当時私市会議員の時保育園、幼稚園に足りなくて大変な時だったんですね。そうです。待機児童横浜第一番と言われたんですけど、まあ、そこを市会議員の時条例を作って、うん、横浜また保育施設を作ったりですね、まあ、そういうことをやってたのがやはり国会になってきてるのかなと思うんですよね。うーん、それがあの地方の力とあと国がどのぐらい力を持つのか、そのあたり難しくなかったですか。地方のことはもう俺らのものだからそれぞれのルールが各自違う。まあ、役所のこの縦割りっていうか、はい、それはあのものすごくすごいですよね。しかし国民から見て当たり前のことが一番強いんですよね、うん、役所のその権利。そこはあのそういうおかしいことについてやれば仕事はできるんだろうと思うんですね。それと前例主義と縦割り、はい、まあこれを壊して、うん、だんだん楽しくなってきましたどうなんでしょう、難しい課題か高い壁であればあるほど燃えるんですか。まああの総理大臣させていただいた時、はい、やはりそれまでいろんな議論もしてきて、先送り議論の終わった段階のものについて私は判断すべきだと思ったんです。これ以上先送りすべきじゃないと、まあ、そういう中で、まあ、いろんなご批判もありましたけれども、福島県の処理水問題とかですね、あるいはこの安全保障上の例えば自衛隊の資格の土地の取引だとか、憲法改正の国民の評価法とか、ある意味で当たり前議論してやらなきゃダメなこと先送りしたの、そういうものについてはこれ全部決着しようという形で、そうしないと新しいものができなくなってきますよね、課題が。そこは覚悟してやってみましょう。ある意味みんなが当たり前にこれは問題だなですとか課題だなと思っていたことを後回しにしていたことを一手に引き受けて、どうなんでしょう、いろんなもう想像絶するほどの批判などもあったと思います。それに耐えられたのはなぜですか。まあ、批判というかあの考え方は違うしもと言いますから、はい、だけどこれがやはり政治として判断をしないと国民の当たり前、何が当たり前かというのを見極めるのが大変なんですけど、まあ、そこは常にぐらい気をつけてるって言うんですよね。例えば処理水問題でも、まあ、政府として福島の復興なくして日本再生なしで私も固めてますから、復興のためには廃炉というのは不可欠だと思ってまして6、7年議論してたんですよね。で多分決着しないとまたずっと議論続いて、結果的には国民の皆さんに大変なご迷惑をかけてすると、まあそういう中で風評被害というものがきちっと国としてできることは全てやると、そういう思いの中で決断をしてきたんですよね。6、7年をかけて根気強いですね。いや今でやってきてるわけです、あの客観的に見て
あの国際原子力機関の中で、これは原発から流れて放流し放出しているものよりも低いという、そうして結果も出てますので、そういう客観情勢とか含めて、まあ、これ以上やっても結論は変わらない、まあ、そういう中で判断したんですよね。それと私、カーボンニュートラルというのを判断したんです。まあ、脱炭素社会、はい、これも長年にわたって議論してきてるわけですよね。で世界はもう前行っちゃってますから、しかし日本はお互いに役所も経済界もこう見合わせていって踏み込めないといけないので、誰にも相談しないんですもんね。あ、そうなんですか。で、総理大臣になって初めての国会に所信を表明演説の中でやりますって言ったんです。2050年カーボンニュートラルを実現しますと。で、これ事前に相談すると多分なかなか難しかったと思います。そうですよね。それぞれの利害関係でちょっと待ってくれ、これは。しかし誰一人苦情なかったです。そうですか。じゃあみんなやはりこう、はい、やるべきことだということは共通の意味であって、多分皆さんそうだったと思いますよ、そうですか。あのお写真にも今ありますけれども、総理大臣時代はですね、まあ、未曽有のコロナ禍までの対応ということで、はい、今もう私たちが戦っている壁と戦ったわけですけれども、あの1年間を振り返られていかがですか。まあ、あの正直言ってまさに全体像をつかみきれないコロナとの戦いでしたね。ただ私自身いろんな海外との情報も収集してましたし、はい、海外では日本よりはるかに厳しいロックダウン、都市封鎖をして移動禁止したり、体操禁止して出たら罰金を課すとか、それだけ厳しい対応をしてるのを繰り返してるんですよね。それでコロナがなんとなくこの衰退をし始めてきたというのは、ワクチン2回接種この 45% ぐらいになると減り始めるんです。そういうした例がありましたので、いろいろ資料を集めて研究すると、まあ、これしかないんじゃないかなと、まさにワクチン接種が切り札だと。で、一人でも多くの人に一日も早く接種するのが政府の役割だと、自ら見極めて、もうこれでいこうと、責任を自分で取ると。それでワクチン接種ある意味で全てかけて100万回というあえて高い目標を掲げ、去年の今頃ですけど、高齢者60歳以上の人が1月から全部終えると、まあやって、まあ長寿委員には総務省、職域には経産省、内閣は文科省、自衛隊にもとか、この省だけでなくて一挙にやり始めて、7月は1日平均150万いったんですよね。だから日本という国はやはり皆さん一つの方向にきちっとまとまって進めばできるんだなというふうに思いました。相当なワクチン争奪戦の中でこう日本があれだけの量を確保できたっていうのはすごく国民にとっても驚きだったと思います。あれはですね、あの非常に良、まあ、かったんですけど、たまたま昨年の4月に私とバイデン大統領と首脳会談だったね、アメリカで、その時ファイザーから5000万回分の確約を得て、そこで帰ってきてから、まあ、スタートするわけですよ。一挙にアクセルを踏むわけです。で、実は7月中にあまりにも進んじゃいまして、8月が足りなくなったんです。で、足りなくなるということで、たまたまファイザーの CEO ボールさんの人ですけど、オリンピックで来てたんです。で、その人が私いろいろ考えて
日本の迎賓館に招待しちゃったんですよ。民間人として初めてですけど。朝の食事ですけど、招待したら来るっちゅうんですよね。これはもしかしたら目があるんじゃないかなと思って、それで非常に国家元首を接待する場所ですけど、非常にこの日本庭園があって素晴らしいところなんですけど、そこでちょうど故意にさまきできることがあるんですよ。故意ですか？トランプ大統領も、そうなんですね。たまたまその西欧の人がここは見たことがある、トランプ大統領がやったとこだろうって言ってくれたんです。盛り上がりますね。いや、これで締めたと思ったんですけど確保したと思ったんですね。それで池で やってもらって、それで結果的に700万回分毎年してもらって、なんとか9月のお題が収まることができたと、そう思ってます。そうですか。その時その時で最善の策を講じて、そうですね、総理大臣として何をやるべきかと、はい、実務が調整能力がすごい。河野太郎衆議院ワクチン担当でした、はい、で彼に招待したら来てくれって言ったんですけど、菅さんと河野さんだったからこそあれだけワクチンを進められたっていう話もありますよね。いや、皆さん役所の人も頑張ってくれましたよ、本当に。はい、いろんな方にやっていただいて進んだと思っています。これだけ臨機応変にその場でこう最善策を、そして実行力を持って、そういった総理大臣をすごく特に若い世代がですね、支持しているという話をよく聞きます。もう一度という声はいかがでしょう？いや、それは全く考えていません。先ほど言いましたけど、私その縦割りの弊害だとか、はい、前例主義、前例至上主義みたいなのがありますから、そういう弊害を取り除いて、解決するなきゃダメな問題というのがたくさんあると思うんですけど、通称と行っていきたいと思っています。今後はどのようにお考えですか？いや、ですから今申し上げましたけども、はい、縦割りってすごいんですよね。ダム、台風が来る前にダムを事前放流しますよね、水を、はい、事前放流して台風が来るのを、ダムに水がいくらでも入るようにするわけですけど、そういうダムと電力会社の電気を作るダムと農業用の農業に使うダムと3種類のダムがあるんです、それで電気とか農業のダムというのは事前放流しないんです、それをおかしいでしょ、台風が来るとき。そうですね。それを国土交通省で一括で事前放流できるように仕組み作ったんです。ですから圧倒的に被害が少なくなったんです。ちょうど去年が92のダム事前に放流したんですけど、半分は今までできなかった電力会社のため、農業のため、治水のために使われたわけです。そうなんです。素晴らしい。やはり危機管理能力というのも非常に伺っているわけですけれども、実は菅さん、今日はたくさんの方々がご覧いただいていまして、はい、質問もお受けしておりますので、いくつかお答えいただいてもよろしいでしょうか。はい、そう、何の話が一番すごいんだろう。迷った時は前に進むと菅さんおっしゃっていましたが、その選択が前に進めると判断するための決め手は何かあるのでしょうか。何かを選択するときにどうしても迷いが生じてしまいがちですという中道さんからのご質問です。私はそういう場合は自分がこれで進むことで納得できるのか、進まないことで納得できるのか、自分がそこをどっちでも中の判断で決めます。まずは進んでみてから、はい、で進むことも難しいと考えている方ですが、まず進んでみて、それで自分が納得できる。いや、迷ってるんであれば、自分が進むか進まないかちょっともう少し考えた方がいいと思いますよね。進まないという選択肢もある。で、最終的には進んでいってきてもしたんですよ。結果的にそうですね、はい、ありがとうございます。もう一問いきますか。はい、せっかくですのでこちらのご質問です。
総理大臣になって短い期間にたくさんの大きな決断をされてきたと思います。スピード感を持って実行することが苦手な性格です。スピード感を持って自分や周りを突き動かす方法があればお伺いしたいですという出口さんからのご質問です。自分がやろうとしていることが間違いなければうまいこと全くないじゃないですかね信念を持って突き進むということですね、はいはい、で失敗してもまたそこから違う道が見えてきますから、失敗を恐れずにまずは進んでみて、はい、そう思うんです。あ、もう一問いきますか。あ、じゃあ菅さんもう一問。はい、どうぞ。はい、お願いします。リーダーとして必要不可欠なスキルは何でしょうか。まず必要なのは判断力と思いやりって言うんですかね。思いやり、はい、判断力と思いやり、そうですね。菅さんは終わりですね、それは。いや、モテるように努力してます。ありがとうございます。では最後にこちらのカメラにですね、多くの方々、特にビジネスパーソンの方がご覧になっています。メッセージをお願いできますか。皆さんご覧いただきまして本当にありがとうございます。私自身、ゼロから出発をして横浜市議になれると思ってない市議員になって、なれると思ってない衆議院議員になって、なれると思ってない総理大臣になりました。人生はいろんな人に、私は平等にチャンスがあると思ってます。ぜひ頑張ってください。それは違う、あなただからそう思った。意思あれば道ありですね。ありがとうございました。本日のゲストは第99代内閣総理大臣菅義偉さんでした。お忙しい中ありがとうございました。素晴らしい。表彰と着々とよろしく。意思を持ってやってきた人じゃないっていうのは素晴らしい。素晴らしいというか。続いての講義は、三菱オートリース株式会社デジタル戦略部部長でいらっしゃいます、森田武さんです。他人と過去は変え。YouTube にアップしてるな。クライマーズ2022春、第1日目ですね、いよいよ最後の講義となりました。トリを務めていただきますのは、実業家の堀江貴文さんです。体は究極の資本であり、投資先であります。乗り越えるためには、自身の体とどう向き合うのかが鍵になる。お疲れ様でした。皆さん今日は一日、これまでですね、たくさんの講義を、見られてき、たと思いますけれども、私堀江貴文がですね、今からお話しすることはですね、皆さんの健康に関わる部分でございます。
これはたまたまですね、このネバースリップっていうあの T シャツを着ておりますけれども、これは全く逆のメッセージで、たくさん寝ましょうっていう話を、したいと思いますので、その辺は誤解なきをお願いします。これは僕が出ているですね、アドベンチャーレースというですね、レースの、オフィシャルの T シャツなんですけれども、ニセコで、ね、北海道のニセコでやっている競技なんですけれども、まあ、私健康で、長生きすること、これがですね、これからの皆さんの人生にとって、非常に大事なことだと思っております。私は幸いなことに生まれつき体力が、ある方で生まれてきましたので、そこまで、ケア、細かい話をする必要はないんですけれども、やはりその体と精神というのは、非常に密接につながり合ってるなというふうに感じております。やはり、精神的に不安定になってしまう人、あるいはその不安になりやすい人なんかはですね、生まれつき体が弱い人結構いらっしゃいます。僕はめったにその体を壊して、病に伏せって、ということはないんですけれども、本当にごくごく時々そういったことがある場合があって、その時はさすがに僕も、精神的にですね、新しいことができなくなるようなことが本当ごくごくたまになんですけれどもあります。それが多くの体が あまり強くない人にとっては、割とこう日常的にそういったことが起きてんだなというふうに感じることがよくありました。そういった方々も含めてなんですけれども、体のケア、そういったものにですね、もっともっとお金をですね、あるいはマインドをですね、そういったところにつぎ込んでほしいなというふうに思っております。私はですね、毎年もう2003年ぐらいかな、もう24歳ぐらいの時から、私毎年人間ドック行っておりますし、結構定期的に血液検査等もやって、体のいろいろな血液だったりとか、いろんなところの数値、あるいは画像診断、そういったものをやっております。これの主な理由というのは、その体のこう経年の変化というものを見ることが僕は大事だなというふうに思っております。数値の上げ下げ、それはまあ多少あるんですけれども、それに一喜一憂することなく、あるいはこうね、正常範囲内の数値じゃない場合とかも、僕もたまに全然ありますし、そういったものに一喜一憂することではなくですね、よっぽどその値を外れてですね、とんでもない高い数値が出たりとかしない限りはですね、そういったものに一喜一憂せずですね、ああちょっと高めになってきてるなぐらいな感じでですね、ちょっとだけこう、食生活なり生活習慣に、それを気にするぐらいのことでもいいんですけれども、とにかくずっと継続して体の変化っていうのを見てるっていうことが大事なんですね。去年やった検査から大きく何か変わることがあったりとかした場合は、要注意、というふうに考えなければいけないですね。私は予防医療普及協会というですね、協会を通じて、これまで予防できる病気、さまざまな病気についてですね、検査をしたりとか予防することを啓蒙してきました。例えば胃がんの原因はピロリ菌だったりとか、子宮頸がん、あるいはですね、咽頭がんの原因は HPV というですね、ウイルスだったりとか、肝臓がんの原因は C 型肝炎ウイルス、B 型肝炎ウイルスだったりとか、あるいはですね、歯がなくなってしまう、これはもう歯周病が、原因だったりとか、大腸がんなんかはですね、ポリープからなりますので、50歳以上の人たちはですね、定期的に、大腸内視鏡の検査を受けて、ポリープがあったら取ると、でポリープがあったら取っていればですね、ほとんどのケースで、大腸がんにならないと。そういった予防できる病気に関しては、私も毎年、検査を受けて、あるいは、定期的に検査を受けてですね、そういった病気にならない、そして定期的に数値を管理していく、こういったことをですね、基本的にやりながら、やってない人たちは結構多いんですけれども、これやらないとですね、結構恐ろしい病気になってしまいます。
先ほど言った胃がんだったり大腸がんだったり子宮頸がんだったり咽頭がんだったりそういった肝臓がんだったりそういったことにもなりますし、ならないように実は予防できる、これなってしまったら損ですよね、そういった病気、まあ、まずならないようにしましょう。で次に非常に怖いのがサイレントキラーと呼ばれるような病気ですね、まあ、例えばさっきの歯周病、まず歯がですね、ボロボロと抜け落ちていく、これはだいたい歯周病が原因です。だいたい 3,40 代ぐらいから歯周病菌というのがよりこう繁殖していく、これをですね予防するためには、定期的に年4回できれば年4回、まあ、最低でも年2回ぐらい歯医者さんに行ってプラーク、まあ、歯石というものをですね除去する、そういったことが必要になってきます。よくですねテレビ CM とか見るとブラッシングだけで、なんか虫歯が予防できて歯周病も予防できるんじゃないかみたいなことを誤解させるようなですね、広告なんかあったりしますけれども、そんなことはなくてちゃんと歯医者さんに行かないとですね、定期的に行かないと歯周病は予防できません。なので行ってない方々はぜひ歯周病の予防のためにですね歯医者さんに定期的に行くようにしてください。まあ1時間程度あればですね、歯石きれいに除去できます。この歯石が除去できなくてですねそこに歯周病菌がたまって、歯周病になるというのはですね恐ろしいことにこれ痛くないんですよ。痛くないので、放っておくんですけれどもいつの間にか歯の根っこが腐って、ボロボロと落ちてくると。また周りの人はすごく言いづらいんですけれども、まあ、歯周病の方は割と口臭がきつい方が多い、まあ、そういったサインなかなか皆さん教えてくれないんでもう自分で歯医者さんに行って、治す予防するしかありません。でも、これをやらないとですね、もうね年を取った時にそういればになっちゃったりとか、する方々、まあ、昔の人は結構そういった人たち多かったんですけれども、まあ、最近は適切な僕は今言っているような医療の知識がついた人たちが増えたのでこういった歯周病は少なくはなりましたけれどもまだまだ多い。また同じようにサイレントキラーとして、怖いのは糖尿病ですね。でこの糖尿病というのもですね血糖値、あるいはですねヘモグロビン A1C というですね指標があるんですけれどもこの指標は長期的に、まあ、血糖値が高い人たちをモニタリングするために、できた指標なんですけれどもこれまあ、結構僕が知る限り多くの人たちがかかるやばい恐ろしい病気です。特に日本人多いです。これは遺伝的なものです。日本人ってめちゃくちゃデブな人っていないじゃないですか。例えば相撲の小錦さんみたいなあけぼのさんとか小錦さんみたいなスーパー巨体みたいな人がいない。あれは日本人はインスリンがインスリンがですねたくさん出そうとすると途中でインスリンを出す膵臓の細胞がですねバカになっちゃってインスリンが出なくなるんです。でインスリンっていうのは皆さんよくご存知の通り血糖値を下げるホルモンです。で血糖値下げるってどういうことかというと全身の血液にある血糖血液中に溶けたブドウ糖を体全身の細胞が吸収することによって血糖値下げてます。で体全体の細胞に血糖値を下げるために糖を吸収しなさいって命令を送るのがインスリンというホルモンです。なので欧米人の人たちデブな人が多いのはなぜかっていうとインスリンをずっと出し続けられるんです。まあ、簡単に言うと膵臓が強いんです。だからデブになれるんです。で日本人ってデブになれないんですよ。まあ、なれる人もいるんだけどたまに才能がいる人がいるんですけど慣れない人が多いんです。僕もねいくら食っても100キロ以上には体重100キロ以上にならないです。これねやっぱ才能がないんです。だから皆さんは膵臓でインスリンを出す才能がないんで出ぶれないんです。でこれもう気づくと膵臓の細胞がバカになっちゃってインスリンが出なくなっちゃうんで糖尿病の人って痩せてくるんです。ガリア線になっちゃうんです。でガリア線になっちゃって栄養が吸収できなくなって本当に死んじゃうんでインスリンとホルモンを注射したりとか、しなければいけないような事態になってしまう。
でもその頃にはかなり糖尿病進行してます。で糖尿病が何を、問題を起こすかというと血管を傷つけるんです。他の病気糖が ある一定以上ブドウ糖がですね血液中に溶け込むと今度はこう溶け込みきれなくなっちゃったりとかして血管を破壊していく。でまず毛細血管がやられてます。で毛細血管例えばですね足の指の先とかの毛細血管とかからやられてきます。そこに血液がいかなくなります。そうすると神経が死にます。なので痛みを感じなくなります。よくある糖尿病患者の気づく一つのきっかけとしてタンスの先とかに指をポンとぶつけたら痛いじゃないですか。あいがたたたってなったり血が出たりするじゃないですか。それに気づかないんです。神経がやられちゃってるんで。だから血がそのままダラダラ流れて外の菌とかが細菌とかが中に入ってくるわけです。そうすると化膿して痛いじゃないですか。膿が出るじゃないですか。だけど糖尿病患者は出なくなっちゃってます。なぜなら血管が壊れてるんで免疫細胞がそこまでいかないんです。だから腐ってきちゃうんです。細菌に侵されて腐ってきて気づくと足が真っ黒になっていて、これはもう細菌が全身に来ないようにするために切り落とすしかなくなるんです。あと毛細血管でやばいと目の網膜、目の網膜にも毛細血管通ってます。ここにまた血液が来なくなっちゃうんです。そうするとどうなるかっていうと失明しちゃうわけです。あと腎臓ですね。腎臓というのは体の老廃物を外に洗い流す重要な臓器なんです。なんですけどそこの血管も壊れちゃうんです。その結果として腎機能も低下する、腎不全になる、人工透析を受けなきゃいけなくなる、人工透析を受けなきゃいけなくなる、足を切断しなければいけなくなる、目が見えなくなる、やばいじゃないですか。もうでもこの状態になると、まあ、5年以内に半分ぐらいの人が死ぬっていうことがあるんです。めちゃくちゃ恐ろしい病気なのに神経が死んじゃってるんで痛くないんですよ。痛くないから知らぬ間に進行してやばいことになってる。これね、ぜひ私がですね、YouTube チャンネルで糖尿病の不都合な真実っていうですね、恐怖映画を作りましたので、ぜひそちらの方で、ね、今回のこの講演を見ていただいている方々はですね、ぜひ見て糖尿病の恐ろしさについて、ぜひ、知っていただきたいなと思っております。我々ね、予防医療普及協会はですね、こういった予防できる病気、そして意外とみんながバカにしているというか大したことねえだろうと思っているようなことに関して、啓蒙することを、目的として設立しました。先ほどの私が言った人間ドックだったり毎年のその血液検査のですね、定期的な血液検査のモニタリングがなぜ重要なのかっていうのはそういうところにあります。あれなんか気づいたら血糖値、ヘモグロビン A1C が10超えてましたとかね、10超えてると完全糖尿病ですからやばいです、なんですけれどもそういったことに対して無関心な人たちが非常に多い。で無関心な人たちはその後ですね、高額の国の医療費をですね食い潰したりとか、まあ、そうやって社会に迷惑をかける原因にもなりますし、まあ、自分の健康も阻害されて健康寿命が短くなりますので非常に人生の QOL っていうのが下がっていきます。そうならないようにするためにまずそういった数値のモニタリング、経年の継続したですね数値のモニタリングっていうものをやってない方はぜひやってください。これ見てる方絶対やってない人いるはずです、いるはずなんで僕の話を聞いたのをいいきっかけにしてやってください。実際僕はこういった活動をやっていて僕の同級生なんかが大腸がんになってるのを見つかって一命を取り留めたりとかそういったことが実際あります。この、ね、講演がきっかけでですね、そういったものが見つかるかもしれませんので、これ命に関わる問題ですから、ぜひその辺に関してはですね今すぐねこの講演を聞いたきっかけでやってください。そして皆さんにぜひやってほしいことがもう一つあります、もう一つっていうのは運動することです。何でもいいんです、何でもいいんですけれども生涯にわたって、やれる
運動習慣というものをですねつけてください。それもできれば楽しんでストレスなくやれるものが望ましいです。私は今日この公園に来る前にですね、今日雨だったんですけれどもゴルフをやってきました。まあ本当平日の真っ昼間ですけれども、幸いなことに最近はですねリモートワークだったりですねスマートフォンでお仕事ができるようになりました。ゴルフ場は何がいいかっていうと歩きスマホ OK です。あの芝生でめちゃくちゃ広い芝生があるんで僕ずっと歩きスマホしてるんですけど、自分が打つ以外の時はですねずっと歩きスマホして仕事ができるんです。なんとびっくり、もう今リモートワークの時代なんで僕一緒に回ってる人なんかはあのワイヤレスイヤホンをつけてあのテレカンやったりとか海外とテレカンやったりとかしてる人もいるぐらいです。ゴルフ場にいるなんてバレません、大丈夫です。いや、あの夏にやるとですねナイターとかねアーリーバードっていうのがあって、例えば朝6時からプレーして9時とか8時とか9時とかに終わるんですよ。終わらせられる一人でプレーしたりとか、そういったこともすごくおすすめします。なんで僕はゴルフをおすすめするかというとですね、ゴルフというのはハンディキャップ制度というのがあって、高齢者だったり女子だったり、まあ、体力とかがなくなっあの比較的高くない人に関してはですね、ハンデというのをオフィシャルに、例えば打つ場所が前の方だったりとかっていうことがオフィシャルに認められている競技なんですね。で自然の中であの何がいいか、太陽日光を浴びるとですねビタミン D が出ます。ビタミン D が分泌されると何がいいかと、骨が強くなります。骨を強くするためにはビタミン、もう本当太陽の光を浴びない人はビタミン D のサプリメントを取った方がいいんですけれども、結構 女性は特にそうなんですけれども骨粗鬆症というのになりやすいです。あの特にあの閉経して、女性ホルモンが出なくなると、よりそのあの骨密度が下がってですね骨粗鬆症になりやすいって言われています。40代以降で、若い頃の身長に比べて2センチ以上短くなってる人、身長が2センチ以上低くなってる人いたら、これは骨粗鬆症で、脊椎が折れてる可能性が高いです。まあ、折れてるって圧迫骨折なんですけど、なのでなんかちょっと腰が痛いなみたいな、腰痛するな、ずっと慢性の腰痛があるなみたいな人で身長が2センチ以上縮んでる人がいたら、これは骨粗鬆症の、まあ、腰椎の、骨折、圧迫骨折を、疑った方がいいかもしれません。でそういったものの、まあ、太陽日光を浴びるとですねそういったビタミン D も分泌されて、何よりこれあのカートに乗らないでほしいです、歩いてほしいです。僕も今日歩きました、1万8000歩歩きました、10キロ以上歩きました。太陽の下で野外で緑に囲まれた空間を10キロ以上楽しく歩く、なかなかできることはないんですけど、これを週に1、2回でもやることができたら足を引く練習した方がいいと。そしてそういったこと、ね、あの認知症だったりとか、外に行きづらくなるとかっていうことはですね、大体そういう歩かなくなる、足腰が弱くなることから始まります。いきなりゴルフで10キロ歩くと本当筋肉痛で多分大変だと思うんで、そうだよ、若いうちからそういう習慣をつけて、新宿まで歩くよりいいよ。いや新宿ウォーキングっていうのは生きてる間ずっとできます。ただ歩くだけ、まあ、実際ゴルフ場行くとですね、伝統的なゴルフクラブなんかはですね80代以上の方々も結構プレイされてます。そして仲間たちと会って楽しくプレイをする、まあ、年金生活者の人とかもいるんで年金の額を気にしながらですね平日の昼間の割引枠とか使って行ったりしてる人たちも多いんですけど、こういった障害スポーツ何かしら一つでも二つでもいいんですけれども持ってるってことはですね非常にあの健康で長生きをするための一つの大きな秘訣になってくると思います。それ以外にもねあのいろいろやることあります。まあ、例えばですねちょっと意外なところで言うとパラグライダーって結構逆なんだよ、パラグライダー、あの大空をですねこう飛び回る、しかもあれ自分でコントロールできるんですけれども、あの競技実はですねそこまで体力いらないんで70代80代の人も結構やられてるんですね。
他にもあのいろいろたくさんスポーツはありますけれども、とにかくこうスポーツの習慣ぜひつけてほしいですね。でスポーツの習慣がやはりその特に地方に住んでる人ですね。東京に住んでる人は仕事してる限りやっぱ電車とかに乗ったりとかして歩くんですよ。だけど地方に住んでる人は大体車移動案外歩かないんだよ。でも車移動でね、職場と家の往復みたいになってると運動全然しないんです。そう、都会の人の方が運動したんだよ。ぜひですね、毎日自分の普段からの生活の中に先ほどのゴルフのような楽しんで、できるような習慣付けっていうものをですね、してほしいなっていうふうに。ずっと車だったからさ、そして一番大事なのは体を使わないの。僕は人と人とのつながりだと思ってですね、コミュニケーションだと思ってます。弱っちゃうじゃん。でこれはぜひですね、皆さんに強く訴えたいと。これは 何かっていうと、同世代の人たちだけとつるむのをやめてください。これね、しょうがないと思います。あの小学校、中学校、義務教育で9年間同じ場所に住む同じ世代の子供たちとしか、一生というかその1年のですね、大半の時間はですね、その同い年の子供たちと過ごすっていう習慣をつけちゃったもんだから、それ高校になっても大学になっても社会人になってもですね、多分同世代近くの人たちとしかつるまないし、これね、良くない。なんで良くない？一番良くないのは高齢になってそういう人たちとしか友達がいなかったらどうなるか。周りが歯が抜けるように死んでいきます。まあ当たり前です。そうすると自分は生きてるわけですから最後の人になるわけです。生きてる限り。でも最初は寂しいです。可能性もある。めちゃくちゃ寂しい。どっちも嫌だ。だから友達、同世代の友達と家族しかコミュニティがない。例えば結婚してました。子供は巣立っていった。夫婦仲良く暮らしてます。いいと思いますけど、どちらかが先に亡くなるわけです。寂しいじゃん。僕もあのおじいちゃんがですね、何年か前に亡くなったんですけど、もう1年後におばあちゃん亡くなりました。まあもともとね、ちょっと弱ってたっていうのはあるんですけれども、やっぱり精神的に旦那さんが行ってしまったことによるですね、精神的なショック大きかったと思います。人間っていうのはですね、まあ、病が来たらっていうところがある通りですね、コミュニティは気持ちで生きてる動物なんです。もちろん依存して、そして人と人とこうつながり合ってる、コミュニケーションを取ることによって生きてる生き物なんですね。だからコミュニケーションできる人がいなくなると寂しいんです。例えば会社人生みたいな人で一つの会社にずっと勤め上げましたみたいな、まあ、定年退職するとですね、やることなくなっちゃうんです。仲間もいなくなっちゃうんです。寂しいじゃないですか。人間寂しくなるとですね、やっぱ体も急速に弱ってくるんです。そうならないようにするために、今先ほど僕が言った予防医療だったりとかですね、運動だったりとかしていればもう人生本当に100年時代に突入しつつあります。まあ、日々持続をして、そのメリットをですね、最大限自分が享受するためには何をしなければいけないかっていうと、若いうちからダイバーシティあふれる友人関係を作るってことです。仲間を作るってことです。幸いなことに今 SNS があります。そしてまあ僕もオンラインサロン HIU ってオンラインサロンやってますけど、オンラインサロンみたいな仕組みもあります。別にあの僕のサロンは有料ですけど、無料のそういった集まる場みたいなものもたくさんあります。なんなら別に自分がいいと思う人と世界中と繋がらないと満足しないから。そして年齢性別関係ありません。人種も関係ありません。誰とでも簡単に SNS でつながる時代になりました。フォロワーがいっぱいできたとしても、それは社会人になったらやっぱ家族と会社以外でそういったつながりを持つ難しかった。せいぜいあと同窓会じゃないですか。同窓会は同じ年齢の人たちしか来ないですよ。とか年齢性別人種国籍全然違う人たちと友達になる知り合いになる機会なんかなかったんです。だからしょうがなかったんです。なんだけどテクノロジーの力でそれは変わった。
スマホと SNS で簡単につながれるような時代になったのに行動しないのは非常にもったいない。僕たちはそういったこれまでできなかった社会の変革の時期に今立ち会ってるわけです。その目の前にそういったいろんなね種類の人たち、特に僕は年齢がね違う人たち、若い人たちとつながることが大事だって言ってるわけです。まあ、先ほども言ったように年を取れば取るほど死にやすくなります。友達が年寄りしかいなかったら歯が抜けるようにみんな死んでいって友達が少なくなっていくわけです。そうならないようにするためにはいろんな世代の友達を作っておけばいいわけです。それはテクノロジー的にできるわけです。簡単にできるわけです。それをやらないのはもったいないっていう話を、しております。でも今日言った3つのこと、自分の頭が老化していく、とにかくバイタルサイン、血液検査が面倒くさくなるんで、人間ドックのそういった経年の変化をですね、同年代だろうが、先輩だろうが、後輩だろうが、生涯できる、運動習慣、できれば楽しんでできる運動習慣ってもいい、若い世代とつながって、たくさんつながっていたとしても、ていうことです。自分の老化は、いろんなことを試してみて、自分に老化に抗えない。いいと思います。面倒くさくなるんだよ。そして一番大事なことっていうのは、コミュニケーションを取るために、それはみんなそうなんだよ。たくさんの人間はコミュニケーションを取るために、SNS とかホリモンはスマホを活用して不老不死を追求してる人だから、同じ世代だけじゃない友達を作る、あるいは仲間を作るけど、知り合いを作る、誰も抗えないんですね。ぜひには、心がけていただきたいかなというふうに思っております。自分の老化に伴う、今はですね、意欲の減退に関して、この話もですけれども、俺は当たり前のことを言ってる。講演会とかでしか知られなかった話だった。人間の生理を。こうやって簡単に全国の全世界の人たちにですね、動画で、知らせることができるようになりました。皆さんもこういったことを知ることができるようになりました。希望を持たせるような話をしてるんだけど、でも現実はそうなんです。全くコミュニケーションが取れないと現実はそうなんです。取っ払われました。100か0ってやめてほしい。お金もそんなにたくさん使わなくてもですね、みんな永遠できるようになりました。ぜひですね、皆さん、このテクノロジーが継続するっていうのを前提に話すと、シェアリングエコノミーだったりとか、こういった SNS だったりというところで、社会は実は大きく変化、お金の使い方、時間の使い方もそうですけれども、そうなるとどうなるかっていう、どうでもよくなるんだよ。そういう配慮とかっていうのが仕事をしながらですね、ここに来て、そしてまた個人差あるよね。個人差はあるんだけど、みんなそうなんですね。そうだけど個人差がある。これは堀江さんだからできるんじゃないかっていうふうによく言われるんですけれども、そんなことはありません。皆さんできます。いや、皆さんはできない。できるっていうふうに、やっぱりこれまでできないやつはできない。生活習慣、長いこと生きてきて、そもそもこれまではできなかったことがいけない、できると言われてもですね、なかなか生活習慣変えられないと思いますけれども、できない人が大変な、僕の声を聞いてですね、変えてください。何か一つでもいいんで、変えてください。歯周病予防のためにですね、歯医者さんに行ったことがなかった人はですね、今すぐ予約をして、ウェブで予約できますから、今すぐ予約をして行ってみてほしいですし、できない人定期的に血液検査できる人は、できる人もいる。今、オンラインの血液検査できますだけなんです。ぜひやってみてください。ピロリ菌の検査やったことない人、大腸がんの検診やったことない人、響く人はいっぱいいる。でも、実際にそれが実現できるかどうかっていうのは、ほんの数パーセントなの。絶対ね、全てが。全ての物事はそうなの。どれか一ついいじゃん、スーパーソングの。よっぽどハードルの低いことをやりましょうっていうのは、言っても意味のない話。だって、そんなの必要ないから。いいじゃん、伝わる人が少しでも。他のこともやりやすくなる。一歩踏み出すこと、それは伝わるんだけど、実行する人が 1% でもいればいいじゃん。一番難しいですけれども、皆さんこの動画を見てるちゃんと。だったらもう動画見る必要ないって話じゃん。そういう話じゃない。そういった人たち、せっかくね、全部否定するじゃん。そういう話じゃない。僕のこの健康の話を聞いたわけですから、健康を 1% の人が実行できたら、維持するためにですね、やれる人はやれればいいです。それで、ただそれだけ。言ったことを何か一つやってください。
以上になります。だからセミナー中意味全くなくなっちゃう。はい、それはそれじゃない。聞いてらっしゃる方全然意味がないんだよ、そもそも。大事だな、物事。物事ってまあ、全て意味がない。まあ、全員とは言いませんけど。まあ、前も言ったけど、決まってるから。つまんない。やめよう、そのつまんない方向に行ってる。今日乗り越えるっていうテーマでこの3日間やっていくんですけど。やっぱり可能性を感じてやった方が可能性っていうのは聞いたりやったり実行したり今次の瞬間が分からないから可能性っていう言葉とか概念があるだけの話で、うん、またその決まってんだよ、もうそもそもつまんない話になってるから嫌なのそれ。教えてください。きっかけはたくさんあるんですよ。自分で例えばやっていけるって思った方がいい。話で言うと、まあ、虫歯をほったらかしにしてたら1本歯が取れちゃったんですよ。取れたんですか。はい、もう30年ぐらい前ですけど、取れて、まあ、その治療に行った東京大学病院の先生がめっちゃ怒ってきて、これかもうちゃんとブラッシングできるようになるまで私はあなたの歯を治療しないからって言われて、めっちゃスパルタの先生でブラッシング指導で磨き残しがあったら赤く染まる薬みたいなものをつけられて、まだダメって言われて、結局1ヶ月ぐらい治療してもらえなかったんですけど、まあ、そういうきっかけがあったりとか、まあ、例えば体を鍛えるようになったきっかけなんかは、例えば先輩経営者の GMO の熊谷さん、まあはい、彼結構筋トレマニアというかなんですけど、結構ムキムキなんですよ。で僕彼多分10歳くらい若いんですけど、全然ブヨブヨの体で、まあ、仕事にずっとかまけてて数年間何もやってなかったなと思って、やばいやばいと思ってやり始めたりとか、まあそういった経営者の方々が、まあ、僕らよりもちょっと上の世代の人たちから、まあ、結構体に関心を持ってそのトライアスロン始められた人たちがいたりとか、うん、まあいろんなきっかけです、ね。いやそうですね。その最初のきっかけは歯医者さんからだったと思いますけれども、その時ドキッとしたんですかやっぱり。ではドキッとしたっていうよりは、あそうなんだと思って、まあそういうふうに真剣に教えてくれる人がいなかったんですよね。なるほど。まあ若いっていうのもあるじゃないですか。若い子に真剣に教えてくれる人って。健康のことについて真剣に教えてくれる人っていなくないですか。本当そうはい。そうじゃないんだ。まあ人間ドックに行けって言ったのも僕の、まあ同じ会社の役員がやってた人が、まあ、体弱かったですね。知識の度合いなんだよ。だからだと思いますけど。人間ドックに行った方がいい。これ僕が聞いたからそうやって答えてくれたんだ。効果。まあ割と僕は素直なんですね。なるほど。お金さえかければできることだったら別にやるから、ね、その人の質問レベルによって相手は変わるから。小川さんから堀江さんはトライアスロンにもありのままさんです、ね、参加されてますが、日々どんなトレーニングをされてますか。トライアスロンのトレーニングはそんなしないんですトライアスロンに向けてのトレーニングっていうのはあんまりしてなくて、はい、まあ、トライアスロンがトレーニング、はい、あそういう時間なんですね、はい、僕はアスリートじゃないんで、その記録とかと、まあ要はアスリートだと記録すごい大事だと思うんですけど、何時間で走ったとか何時間何分で走ったとか大事だと思うんですけど、もう僕はアマチュアなんで、アマチュアがタイム競ってもしょうがないじゃないですか。なんか2時間50分か2時間45分になりましたとかどうだっていいと思うんですよ。やれたっていう何のためにやってるか、別にその記録なんかどうせ大した記録出せないんで、記録を競ってもしょうがないんで、僕はトレーニングに行ってると思うんです。だ例えば自転車を40キロ全速力で漕ぐとか、普通に普段行動でもできますけど危ないんですよ。歩行者が飛び出してきたりとか車がね、ぶつけてきたりとかあるんで、下手すると死んじゃうんで、僕はだからやってないんですよ、それは。なので思いっきりそのレースだったら、まあ、自己責任じゃないですか。でちゃんとね、道路も交通整理されてるんで、堂々と走れるよねっていう、堂々と一生懸命たくさん運動ができる回みたいな感じの、まあだからゴルフをやってるのと一緒ですよ。ゴルフもトライアスロンもう一緒です。運動目的で、はい、運動目的で。なるほど、ありがとう。じゃあ次の質問いただきますが、藤岡さんから同世代以外と絡むことができる何か良い方法はないでしょうかということで、先ほどその答えを、ね、紹介していただいたのとかっていうのも今あるし、はい、まあ SNS でこれだからそうなるんで、無料有料両方ありますけれども、
かなりありますよ。積極的に紹介してくれるから、コミュニケーションするって言ったら、苦手な方もいらっしゃって、その中に入るのも少しこう難しいと思う。こんな奴がいるんですよ。ま、入っても、そう、一緒に飲み行きましょうみたいな。そうならなきゃいけないような。ホリエモンみたいな人だったら。まあ、例えばですけど、普通の人だったら、そうならないんだよ。そっから先。まあ、リアル脱出ゲームとかそういうのがあるんですけど、そういうの行くと、一人で行くと、10人とかのグループに入れられるんですけど、なるほど、もうコミュニケーション取らないと、ゲーム達成できないんで、自然とやっぱりコミュニケーション取るって、もうそういうところに入るしかない。あ、でも一つのグループとして強引にでもこう仲間になってしまうようなものを選んで入る。そうですそうです。あのコミュニケーション取らないとできないことに入り込むみたいなところがいい。ああ、いや、まあ、うちのオンラインサロンとかもいいですよ。うちのオンラインサロンに入って、あの2泊3日の合宿を年に4回あるんですけど、そこの実行委員とかになると、はい、めちゃくちゃいろんな人たちとコミュニケーションできる。うちのそのこの間の合宿の、うちのお客さんもなんかホリエモンのコミュニティの実行委員長サロンに入ってる人いただったんですけど、実行委員最年長54歳です。おお、下の会社にもいる。どう、下が18歳か、下が18歳、下の会社にもいるホリエモンにつながってる。もしかしたら見てらっしゃるね、実行委員で選べたんですけど、確かになんかのこう文化祭の実行委員みたいな形で、そうそうそう、まあ大人の文化祭なんですけど、大人になると文化祭ってないじゃないですか。そうすね、オンラインサロンはあの日々文化祭やってるのも、まあ、どっちかっていうと、そこが大きな目的かなと思うんですけど、もちろんさっきの障害スポーツになるとか、みんなでこうたくさん の, そのいろんな世代の人たちと友達とダイバーシティとかに入れるっていうのが僕最大のメリットかな。そうですね、めんどくさい、あの世代コミュニケーションって、まああんまり寂しかったら面倒くさい方に行きたくなって人からこう言われたことしたことって、まあ、たくさん終わりになるとしながら記憶でポッと覚えて出てくるかな。そうですね、若い人たちと、まあ、つるむこと結構多いですからね。なんか何のために生きてるんだろうと思ったら、まあまあ、別にそのいろいろつながった方がいいかなとか、今のまあ、僕子育てとか最近やってないんであれですけど、子育てやってる人たちとかから聞くのは、みんなテレビの見方が分かんない。もう要はスマホとかタブレットしか使ったことないから、はい、あのテレビの画面でスワイプしようとするとかピンチとかやろうとするとか、まあまあ、まあ、これはもう当たり前の話だなと思ってるんですけど、まあ、知らない人は知らないですよ。まあでもそれが当たり前ですね。確かに、そういう世代なんで、あ、なんで動かないのてか、なんでテレビって決まった時間にしか決まった時間に見なきゃいけないのか。常識が全然違いますね。常識が全然違うと思います。本当ですね。次の質問さんなんですが、長谷川さんから、国民一人一人が予防医療に対する意識を持つためにはどんな活動が必要と考えますか。まあ、なんか保険制度を変えるっていうのは一つの手なんですよ。じゃあ、ある国ではさっきのその例えば予防歯科を考えると、歯医者さんに定期的に通わない人は保険適用されないですね。だから虫歯になっても今日は満額 100% かかっちゃうんです。3割負担とかじゃなくて10割負担になっちゃったりとかで、痛いから行くじゃないですか。虫歯、虫歯ってなんで治るかって言って痛いから治るんです。歯周病は治んないです。あ、なんか痛くないからみんなやらないです。いや、あの本当にこのままずっと聞いておきたい感じがするんですけども、はいはい、あっという間にですね、あの時間となってしまいまして、はい、あの最後にですね、ご覧になっている視聴者の皆さん、はい、あのとにかく乗り越えたいということで今日集まっていただいている方なので、堀江さん流のですね、ぜひ一言メッセージをカメラ目線でお願いしたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。緊張してるの、はい、YouTube とは違う。乗り越えることはあの非常に精神的に難しいように思えるんですけれども、皆さんの多くは自転車に乗れると思いますけれども、自転車に乗るようなものなんで、あの気軽に誰でもできると思いますので、ぜひ、一歩、健康のため一歩をですね、踏み出してください。健康もそうだけど、ありがとうございました。では皆さんは盛大な拍手を最後にお送りください。堀江さんでした、ありがとうございました。自転車に乗るようなもの。
体に関する講義、堀江貴文さんによるものでしたけれども、気づきが多かったですね。乗り越えたっていうテーマと全然違うと思いました。この人は僕もね、しっかりとそういう目的で行かないとなというふうに改めて思いますけど、歩きスマホしながらって斬新でしたね。働き方はね、ずいぶん簡単っていうのもその一面ではありましたけども、はい、改めて乗り越えるという意味で必要なその体の健康というところ、一つ考えさせられるいい企画になったと思います。ぜひアクションを皆さんお越しいただけたらというふうに思います。改めて堀江さん、改めて素晴らしいですね、講義いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。そして皆さんも多くのスタンプ、コメント、最後までですね、一致に書いていただいてありがとうございました。明日以降、ぜひですね、一緒にまた盛り上げていただけたらと思っております。さあこれで本日の講義が終了ということでしたけれども、令和いかがでしたか。そうですね、まあちょっと考えるともいろいろありすぎましたが、朝一番の菅さんから講義ですね、迷ったら必ず前に進んだ方がいいよとか、あるいはやったらやった方がいいよね、自分の無力さ、これは伸びしろができないな、どうかなって思ってるんだったらやった方がいいよ、はい、小説家ね、はい、受賞のですね、とにかく失敗しても打率じゃなくてね、そう、打率じゃなくて一発ホームランを打つために打率にもキャップですね、とにかく数を打つことなどなど乗り越えるというのは三種三様な乗り越え方があるなということを一日感じさせていただきました。川さん、何かちょっと思い出すことで印象に残ったこととかってありますか。そうですね、やはりこう菅さんのコマのとにかくいろんな方とコミュニケーションをとって、先ほどの堀江さんの話とつながるなと思って、やっぱりこう話しやすい同じ世代の人とか自分の興味が合う人とばっかり話してしまいますけれども、全世代型いろんな人と話をすることが大事なんだというふうに、はい、思いました。やっぱりその志を持ってワクワクしてやりたいことを見つけてというの流れと、はい、またね、一つその皆さんおっしゃってましたけれども、はい、一つ筋が通った生き方をされてらっしゃる方々、多様な乗り越え方があるということで、今日一日本当に学びになりました。はい、そして明日 Day 2の見どころはどんなところでしょうか。はい、そうですね、明日はですね、注目はオープニングセッションを飾ります西野明弘さん、そして過去の講義も大変大反響を巻き起こしましたけど、どんな、ね、講義が、来てるか楽しみです。そして1時からは羽生さん、はい、将棋界のレジェンドであるだけでなく、まさに天才というイメージが強い羽生さん、どのような困難を乗り越えてきたのか非常に気になります。はい、そして4時20分からですね、はい、16時20分からはクライマースの方の新企画でありますオーディションを突破してきた2名の講義が続くわけなんですね。100名を超える応募者の中から選ばれたお二人なんです。選考に選考化されたんですよね。その中からお二人が選ばれました。どんな、ね、お話、乗り越える話が聞けるのか楽しみです。そして Day 2の最後、トリを締めくくりますのが千原ジュニアさんの講義なんですね。芸人という非常にまあシビアな世界で活躍し続けるその本質に触れることができるのではないかと、非常に楽しみです。ぜひ明日も最初から最後まで一緒に考えます、楽しんでいければというふうに思っております。はい、明日も午前10時からのスタートとなります。明日も皆さんとお会いできるのを非常に楽しみにしております。以上をもちましてクライマーズ2022春 Day 1は終了となります。本当長丁場でしたけれども、皆様ありがとうございました。本日のナビゲート役はサンサン株式会社エイト事業部の石本拓也とテレビ東京アナウンサーの加納恵里でお送りしました。皆様どうもありがとうございました。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。これ金曜日にやってるか、みんな仕事よ、そんなに一気に見れないじゃん。だからこれアーカイブ、アーカイブで何日間にも分けてるじゃないか。1週間以上アーカイブやってる時40人だから、その7日間で終わってない。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。あら、皆様こんばんは。先ほど
どご紹介いただきました林内株式会社の風間正幸と申します。今日はよろしくお願いします。2021年突然ですが皆さん、1年前の2020年4月、どんな時だったの？じゃあねー。